平野耀とサエコの交流が注目され、彼のファンたちは再び彼の魅力に魅了され、期待が高まっています。6月6日、実業家でタレントのサエコが、自身の YouTube チャンネルを通じて、元キングピンス以下、キンプリのメンバーである平野耀に対する熱烈なファンであることを告白しました。 彼女が平野仕様について熱く語る瞬間が多くのファンにとって驚きであり興奮の敵となりました。この告白はネット上でも話題となり様々な反応が寄せられました。サエコの告白。動画の中でサエコはドンキホーテで購入した商品を紹介しながら店内で聞こえちゃったわけ。金プリの歌がパッツって見たら平野仕様くんが宣伝してたの。 このシャンプーと興奮気味に話し、平野仕様が先月まで CM キャラクターを務めていたヘアケアシリーズジュレーム IP を紹介しました。彼女はさらに平野が広告で髪が綺麗な人が好きって言い寄った。だから飼ってみた平野くんに使われちゃったらもう無理よ。 全部買っちゃうから、平野くんがいいって言ってるから、いいと思う、と語り、同時に、オタク発動、ただの、死活、などのテロップが表示されました。これにより、サイコの熱狂的な平野市洋ファンぶりが明らかになりました。この告白に対して、ネット上では、サイコって平野んだったの死活してて驚き。 ダルビッシュ有の元妻であるサイコを魅了する紫輝くんすごくないなどのコメントが続出しました。さらに、サイコがかつて TBS 系バラエティ番組、学校へ移行。デブイ6のメンバーである森田豪と共演していたことを思い出す人も多く、潮君が憧れてるツヨシ君と共演してたサイコが、潮君をしてるなんてなんか嬉しいね、という好意的な声も見られました。 平野紫耀の強めパーマは森田剛の影響平野紫耀はジャニーズ事務所を2021年11月に退所し、その後の活動に注目が集まっています。彼が山下智久や森田剛など他のアーティストに憧れていることは以前から知られており、特に森田剛については高いリスペクトを抱いていました。インスタライブでの発言によれば、 平野は V6 のラストコンサートで森田号の姿に一目惚れし、めちゃくちゃかっこいい、と感じたと述べています。その後、平野潮は一時期、長髪に強めのパーマをかけるなど、森田号の髪型を参考にしていたとの噂も広まりました。平野潮は2021年11月にジャニーズ事務所を退所し、その後の動向については憶測が飛び交っています。 一部の週刊誌は、平野が約一年の活動休止を経て、海外での活動を目指して再始動する可能性があると報じています。ジャニーズ時代は王子様イメージの強かった平野ですがその素顔はワイルド系と言われています。そのため、平野が今後タトゥーを入れるのではないかと予想するファンもいるようです。芸能記者。 ヒラの仕様のファッションや髪型は常に注目されており、彼の新たな挑戦や変化にファンは期待しています。一方で、サエコの告白について、ヒラの仕様はどのように反応しているのか、その行動やコメントにも注目が集まっています。結論。サエコの告白を受け、ヒラの仕様のファンたちは彼の魅力に再び注目しました。 彼が森田号に対するリスペクトやワイルド系の一面を持つことが明らかになり、今後の彼の活動にますます期待が高まっています。一方で、サエ子の告白は、ファン同士の交流や彼の魅力について新たな視点を提供しました。平野志洋が再始動する際には、これらの要素が彼の成功に寄与することでしょう。ファンたちは、 彼がどのような新たなチャレンジをするのか、そしてサえコとの熱い友情が今後どのように発展していくのかを楽しみにしています。